本題始まりました。夢中チャンネル。さあ、今回なんですが、平田ゼア、皆さんこんにちは。早稲田学塾代表の平です。はい、体調が悪そうですが。ものすごく悪いです。はい、ごめんなさい。もう死にそうなんですけど、まあずっとね、はい、まあそんな中ですけど、はい、また塾の問題じゃないですか。あら、もう本当にびっくりしましたよ。はい、まさかの私の写真が無断使用で、あらら、塾の宣伝に使われてるっていう、ね、とんでもないですね。どういうこっちゃっていうことですね。なんですか、あなた知ってたじゃないですか。そうなんです。ちょっと待ってくださいよ。もう本当にもうぶち切れてですね、はい、はいはい、大変なことになったんで言ったんですけど、まあ止めたんですね。まあまあ普通だったらもう賠償もんですけどね、完全に。で、まあ写真が、まあでこの写真なんですけど、はい、これってケンブリッジの方に撮っていただいた写真なので、僕がね別に使うときはねいつも扱っていいですよって言われますけど、全然違う塾でこの写真使われたら、なんかそれはやばい。ケンブリッジの写真っていうのはもうなんかすごく権威のある特別なやつなんですか？権威のあるやつじゃない。取材受けた時の写真だから、その取材って当然ネット上に出てるから、はい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 、ネット記事としてそれを勝手に使って、でさも自分の塾で僕がね教えてるのか監修してるのか分かんないですけど、そういう感じで載っけてたんで、まあびっくりしたわけですけどね。これもう絶対ダメです。あの別にね、ね、 YouTube のチャンネルの動画に僕がなんかこう写真で使われるとか別にいいですよ。それは構わないですよ。まあ、すごい誹謗中傷とかなければね、はい、全然構わないです。皆さん使っていただいて構わないんですけど、宣伝に使っちゃダメでしょ。全く許可出してないのに、うん、CM に使われてしまうっていうのは、これはさすがにまあいかがなものかどころじゃないですね。これもう合う。ちょっといやごめん、ずっと黙ってんだけど、あのもうさ、咳しないようにずっと黙って、はい、ごめんごめん、はい、これもうアウトなんで、うん、アウト中のアウトなんですね。まあ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 、どういうこっちゃっていうことで、横にあなたの写真があったので、はい、そうでしたね。ちょっと聞いてみたいと思いますか。はい、まあまず今回のこの一件っていうのは何があったかっていうと、別にそのなんていうんですかね、こう全く関係ないところにこう無断使用されてたっていう見方もあるんですけど、うん、要はうちの塾ととある某塾さんがまあちょっとこう協力してサイト内ブログ記事を充実させたいなっていうところで、はい、それでまあちょっと協力関係結ぼうかっていうところで、今もそうなんですけど、一緒にこうちょっとこうじゃあ作っていきましょうかって、まあ要はブログ記事ですね。うん、こう皆さんもまあこう日常生活で困ると、例えば何かしら検索したりとかして、ほら結構武田塾なんかもすごく充実してるじゃないですか、うん、参考書の名前一つ検索すると、まあ武田塾のサイト内ブログが出てきたりとかっていう風な感じで、すごくいいなと思ってて、うちもなんかそういうのやってみたいなと思っていて、ただまあうちがね、まあ武田塾クラスのこうブログ記事を今から一から作るのも大変だなと。それでまあ今すでにこう何かしら作られているもので、でこううちもなんか参加できるものにこう参加させてもらって、要はまあなんかちょうどいいところにこう乗っかっていけないかなっていうところで、まあどっかこういいとこないかなっていうふうに探してた中で、まあ今回森哲くんが見つけたものっていうのは、まあ見つけたというか、まあまあ外部から連絡が来て、これどういうことですか、教えてるんすかみたいなのが最初に上がってきた一案の一つだったんですよ。で一案の一つだったんだけど、僕はこの案には最初 NG を出しました。うん、これだとあちらの塾さんのものにうちが参加させてもらっているようなものではあるから、だけどうちの色があまりにも出過ぎているから、ちょっとこのデザインはやめてちょっと変えましょうよみたいなところで、で僕としてはこのデザインっていうのはまだなんていうかこうほら仲間うちだけでしか見れないものだとちょっとこう思ってたものなので、まあ何でもあるじゃないですか、こうホームページとか作る時とかでもまだこう一般公開はしてないんだけれども内部公開みたいな感じで、このその URL をクリックした人しか見れないみたいな、その手だと思ってたんですけど、まあこう一般公開されていたやつっていうところで、いやいやいや、土着と一般公開されてました。そうそう、それで僕もちょっと油断してたっていうのもあるんですけど、まあ森田先生に対してはちょっとこうまだほら何も聞かせてもいなかったもんだから、うん、でまあそのねブログ記事に載っけるのも何でもかんでも載っけていくんじゃなくて、例えば俺と森田先生も腐るほど動画とか撮ってるわけじゃないですか、うん、なんかその動画とかを和瀬号のホームページの中で一旦こうなんかサイト内ブログ記事みたいな形にして、うん、それと同じものとかを複製してこうサイト流入を図ろうかなっていうふうに考えていたので、だから別の塾さんにこう勝手に森田先生を使わせるみたいなスタンスではなかったしっていうところだったんですよ。いやいやいや、それでもだってブログ記事じゃないですからね、載ってたのは写真だったのね。いやいや違う違う、記事の中に僕がこう使われてるわけじゃなくて、うん、ヘッダーですよ。ヘッダーです。ヘッダーに載ってるから、つまりどの記事に行っても俺がいるわけです。だからこれ完全に出ちゃってるわけでしょ、うん、でしかも武田塾イングリッシュって書いちゃってるから、あ、武田塾イングリッシュって書いちゃってる、そうですよ、載ってるから、それまずいよね。それだからもう武田塾イングリッシュからもね、うん、言われちゃうし、下手すりゃ武田
田塾からも言われますよ、そんな完全なる無断使用ってことで、うん、それはだってしかも NG 出したわけ。あ、そうそう、 NG を出したのにそのまま使ってるっていうので許せない。バイトがやっててみたいなこと言い出しやがって、それはもうダメです、アウトです、うん、そこはもうちゃんとやってもらわなきゃいけないので、どうするんですか、どうする、どうするんですか。だって普通だったら賠償ものですけど、だってそれで1週間ぐらいだって出てたわけですからね、うん、実際宣伝に使われてて、うん、そこからね、僕がね止めたから良かったものの、これ全然僕も知らない状況で他のねケンブリッジだったり武田塾だったりに行ってそっから訴えられてたら大変なことになりますよ。実際なんかブログだからいいとかって思っちゃってる人もねいるかもしれないですが、そうでもないですからね。ありますよ、やっぱブログで訴えられたとかっていうのあるから、やっぱ無断使用で、でやっぱそれは宣伝に使うからとかね、紹介みたいなね、いいものとして紹介するとかじゃなくて、自分たちの宣伝のためにそれを使ってしまって、まあ何百万と取られたりしてますからね、実際ね。そういう事件もあるので、本当に。だからね、お気をつけください。全然違うんですよ。で、じゃあ、まあ、僕はね、まあ、めちゃめちゃ怒って、すごい叱ったんですが、はいはいはい、まあ、その後、まあ、平さんが収めるって言ってたんで、はいはい、どう収めたんですか？まあ、今回ほら、うちも関わっているネタではあったからね。で、まあ、俺もすごいうっかりしたところもあったので、これでまあ、森田先生から連絡もらって、で、すぐ先方と連絡取って、でちょっとこれ僕もちょっとうっかりしてて申し訳なかったんだけれども、変えてもらっていいだろうかっていうところで、もう大人の対応ですよ。言ってもまあまあブログ記事のヘッダーの画像を差し替えればまあ済む話ではあるので、でまあ別に森田先生もねどこまでも追っかけていって、で損害賠償請求してやろうみたいなところを本気で思ってるわけではないと僕は思ってるから、だからもう一回、まあだからこのまま素直に応じてもらって謝ってもらって、それでこと収めてもらえたらなと思って、うん、でまあ先方に話すと、先方の方もあそれはもうこちらもちょっとこう申し訳なかったっていうところで素直に謝っていただけて、対応もしていただけてっていうところで、まあ丸く収まったかなと思った形でした、うん、なるほど。まあそうですね、平さんが謝れって言って、はい、俺そんな強くは言ってない、ね、強くは言ってないだろうけど、それまで謝ってこなかったから、まあまあでも俺もねほらうちのメンバーとかにもまだ話してなかったから、これはまあほら森田先生だけじゃなくてさ、うん、他のうちの先生たちまだ話してない話ではあったもんだから、だからあとすごくびっくりされたとも思うんでっていうところもあるから、ちょっとこれも頼みますわっていうところで、うん、平さんじゃなくて別から来るってどういうこと、うん、これどういうことですかっていうね、危なかったと思いますよ。ことが大きくなってたらもしかしたら早稲郷にも賠償行ったかもしれないですからね。危ないです、やっぱ宣伝に使うのはかなり危険。まあ今ね芸能人とかがねサブスクで CM できるとかって出てますけど、はい、もうそういうね使えますみたいになってますけど、本当に危ないですからね、そういうのじゃないと危険なことになってしまいますのでお気をつけください。まあまあまあ注意喚起ね、もう早稲郷にもね絶対ね賠償行ってたと思いますよ、うん、普通に申し訳はないか、いやいや、まあ武田塾イングリッシュはさすがに僕が言えば収めてくれると思いますけど、うん、でっかくなってたら相当危険ですね、うん、ということで、もうことの重大さは分かんないです。どうなんでしょうかね。視聴者の皆さんには分かるのかは分かんないんですけど、危険でございますので。で、実際事案も結構ありますんで、こういうのってね、はい、CM に使われてたみたいなので、揉めることっていうのはありますので、はい、お気をつけください。はい。もう本当にね、今回は、俺も本当にうっかりしてたところがすごくあったのでね、森田先生に対してはね、もう親しき中にも礼儀ありでね、びっくりさせてしまって、申し訳なかったと、思っておりますんで、本当にご心配おかけいたしました。はい。という感じでございました。はい。なんで、お挙手をありがとうございました。Thank you for watching. Thank you for my watching.